I'm gonna give you till the morning comes. こんにちは、ロボコチェです。12時1時近くの頃に、なんとなく TBS の前あたりを歩くんですけれど、その時は雨がなんとなく降っていまして、今頃はどうなのか全くわかりません。あなたの部屋の窓をガラッて開けて、雨が降ってると大変なので、さっと閉めてください。今日も朝5時までどうぞお付き合いください。いつもね、私は番組が終わって5時にね、マイクから離れた後、あなたは何を第一声に言うのかとかね、そういうのをとても不思議に思うようなハガキがね、たまにあるんです。今週はなかったんだけども、たまにあるんですよ。で、いつもはね、なんだかよくわからないから、答えようがないから黙ってるんですけど、大体において私がね、番組が始まった時にこういうことを言うのは実にされてますね。番組が終わった時に何を言うかっていうとね、今週もまためちゃめちゃだったわ。私、来週はちゃんとやるわね。っていうのが、大体私の第一声でございますのでね。それでもって、それで話を元に戻しますとですね、なんていうのかね、電話なんかずーっとちょっとしてましてね、みんなと一緒に食事に行ったりするんですけども、ちょっと遅れて、だいぶ遅く行ったんですね。そして、皆さんはちょっと仕事が先に終わりになるので、このパックのスタッフとかですけどね、みんな私を置いて先に帰ってしまいます。で、私は一人でボソボソと食事をしていたんですけれども、その時に、もうね、すごい大きいレストランなんだけど、ほとんど私たちしかいないんです。で、みんな帰っちゃった後っていうのは随分広いところ、私一人貸し切りみたいな感じになっちゃうのね。それ私一人でね、大きいテーブルで一人で端っこの方でボソボソと食べてたのね。そしたらボーイさんなんかが来てね、小杖さん今日は遅いですねって、誰も私を小杖さんなんて言いやしないのにね、みんなあそこの方は小杖さんって言ってくれますけれどもね、小杖さん。今日は遅いですね、とか言うわけです。で、電話なんかかけてまして、とか言ったね。ああ、そうですか。てか、これさ、今日遅いですね、とか、ちょっと、とか言ったわけね。最初は、ちょっと、とか言ったら。デートでも遅くなったんですよ、とか言って、からかいますからね。いえ、電話で、とか言って、適当なこと言ったわけね。ああ、電話でデートですか。それはいいですね。顔が見えないからっていう風になんか言われてね。私、なんかとてもショックですの。本当にショックなんです。で、私は今何を考えてるかちょっととても俗っぽい話で申し訳ないんですけれども、お風呂場の入り口のドアを全面ガラス張りにしたいとこういう風に考えております。何故に入り口のドアを、中のドアじゃありませんの。入り口のドアをね、なぜ全面ガラスにするかというと、私の美しい顔をもっとじみじみとじっくりと見たいとか、そういうような風に思っているくらいね、あれなの。なのに、ああ、よかったですね、とかね、そんなことを言われて、すごいなんかショックで頭に来てるっていう感じでね。それで私ね、ちょっと映画をたまに見ますけれど、昨日も映画見ましてね、6月上旬頃に、一般公開になるだろうという映画を見まして、スティングッズの見たんですよ、スティングッズの。ポール・ニューマンとね、ロバート・レッドフォードで、それだけ言っちゃいけないの、この映画は。あとはね、言っちゃいけないの。それでね、すごいね、曲がすっごい素敵なのね。それでもってね、ピアノかなんかでね、最初と、一番最初と最後っていうのは同じ曲なんですよね。最初はピアノだけで入るのね。で、私は本当に音痴っていうか覚えないからね、ピアノなんて弾けないから全然ダメなんだけれども、もしものすごいピアノが弾ける人だったらすぐに覚えちゃうだろうっていうくらい簡単な曲なのね。それでもってね、すごい最初はピアノで入ってね、最後はね、もうこれは終わるのかな、また続くのかなとか思ってね、半信半疑でいるとね、ワン、ツー、スリーとか言ってね、最初と同じ曲が今度はピアノだけじゃなくて全部で入るんですよ。で、それ以上言っちゃいけないのよ、これは。で、なんか話が本当に毎週あちこち言っておりまして、もしかするとこの調子行くと今週も終わった後は、また来週ちゃんとやるわっていうのが、終わった後の第一声ということになるような気がふっと不思議なだな、嫌な予感がするんですけども、どうぞ朝5時までお付き合いください。今日の一曲目いきましょう。カーリー・サイモン、愛のモッキンバード。Mockingbird, now everybody has heard you.
しい音が途絶えておりますが、これは無言のうちに挨拶を返しました。ごめんね、本当に。ダメね。行きましょうね。以前馬場さんは映画館から出てきて、少し歩くと急に暗くなって感激したという話をされたことがありましたね。以前って本当にだいぶ前ですけれども。小生もそれと同様の体験をいたしました。2、3日前の夕方、小生がやはり映画館から出てきて、空をちらっと見ると、薄い雲がところどころ黒く見えましたが、まだ明るく、ちょうど昼と夕方との間の感じでした。ところが少し歩いてふと周りを見回すと、通りの向こう側の人がぼんやりとしか見えないほど薄暗くなっておりました。小生はこれは何かの間違いであろうと思いました。ふと、あなた様が放送でおっしゃられたことを思い出し、私、こんな風に敬語を使っていただくとなんかもう恥ずかしいよ、本当に。あなた様と同じ間違いを犯しては、ご先祖様に申し開きができないと思い、失礼ね。なんとか間違いの原因を見出そうと思いました。ここが現実主義者、知性派の小生とロマンチスト、感覚派の馬場小勢の違いだと思いつつ、小生は、あなたほど歌はうまくありませんが、教授の漢字なら読めるほどの高等教育を受けておりますので、難なく解明できます。ほんと、申し訳ございません。私も高等教育を受けたんではありますが、受け方が悪かったのか、高等教育を授けた方が悪かったのか、どうも間違いが起こります。暗い映画館の中で開いていた目のシャッターの絞りが、ビルから出た直後には開いたままであったので、薄暗い外も明るく見えたのでした。しかし歩くうちに外の明るさで絞りが絞まり、先の量が、先の光の量が制限されて、あたりが暗く見えるようになったのです。以上が馬場小勢の神秘的な大感激の内容であります。そこで格言。己をキャンディスバーゲンと思うロマンチストは自分の感情を安売りするものであるとか、なんか書いてあります。私ね、最近キャンディスバーゲンも好きなんですよね。テイダナウェイの方がより好きなのね。で、最も好きなのはミア・ファーローでね。なんかちょっとミレイユ・ダルクもいいなとか思ってきたりしてね。だいぶ気が多いんですけれど。東京都中野区の赤木啓二さんからいただきました。馬場小勢に中等教育修了程度の漢字を何とか覚えさせる会ってあります。はい、本当に勉強しなければ人間死ぬまで努力であると真面目にそう思います。それでは次の曲。はい、それでは、自由提出課題です。先週提出いたしましたのは、女が男になりたいって思うとき、あるいは男が女になりたいって思うとき、どうぞ書いて送ってくださいませ。ということでございます。それでは、参りましょう。私、最近言葉遣いが良くなりまして、自分でも随分そうだなって、そういうふうに思っていますが、今週の何を一人ボスボス言ってるかっていうと、いざ、今週の自由提出課題、女が男であればいいなって思うとき。この問題を聞いたとき、答えはすぐできました。というのは、今、産婦人科の勉強をしていて、女が男であればいいときとは、やっぱり解釈が違うんだ。まあいいや。読みます。というのは、今、産婦人科の勉強をしていて、その面倒くささにさっきからずっとそう思っていたからです。女が男であれば、産婦人科は勉強しなくても良いので、今度の試験はかなり楽になるはずです。それにしても、女の人のお産の仕方は、複雑回帰で鶏のように簡単に産んでくれない。せめて女は女であっていいから赤ん坊ではなく、卵を産んでくれないものかねとかいうのがありますけど、これは解釈が違うのよね。女の人は男だったらいいなと思うとき、男の人は女だったらいいなと思うときとそういうんでしたけれども、これはもっと第三者的な立場に立って、女が男であればいいとき。あなた産婦人科のお医者様に、なられるわけ？そっか、でも私やっぱり人間は卵で生まれたら嫌だな。文京区の BP というベーキングパウダーさんからいただきました。どうもありがとうございます。その次ね。私も馬場さんの放送を聞き続けて二浪したものでありますけど、あなたがあんまり言わないでください。目標、医学部って書いてあります。さて、男が女になりたいとき、丸一。お断りしておきますが、私のパックインミュージック、教養高く、それから教養に溢れ、それから品格もあるんですけども、今週のはね、なんとなく落ちておりますが、気にせず読みますからいいですね、私はもう。やだわ。さて、男が女になりたいとき、丸一。陸上短距離のゴールでテープを切るとき、かっこ2以下の場合はゴールに入るとき、もし女だったら胸を突き出すとき10センチ。時間にして0.1秒は違うと思います。それは人によるんじゃございません。丸に。もし女だったら、かかとのものすごい高いハイヒール、かっこ、パンタロンシューズが履ける。パンタロンシューズっていう、あ、いや、
が履ける。男なのであまり高いの履くのはみっともないので、女ならな、と思います。そして私はいつでも一回でいいから女になりたいと思っています。女になったら裸になって自分がいつも見たいと思ってるあそこをじっくり見るのです。エッチではないもん、目標、医学部ってここに書いてありますから。医学部の人はね、が言った場合にはエッチにならないんだ。東京都武蔵境の高木なって、私本当にね、何にも書いてない字を読んだりしちゃうから嫌になっちゃう。高木正樹さんね、いただきました。はい、どうもありがとうございます。僕が女性となりたいとき、存在のための存在を目的としたいとき、こういうところですね、私のパッピーミュージックの教養あふれるっていうのは、存在のための存在を目的としたいとき、例えば待つこと、1年、10年、100年待ち暮らす。シンデレラ、白雪姫のようにシンデレラは待つんじゃないでしょ？白雪姫がリンゴを食べた後、ずっと、白雪姫？眠れる森の美女が待つのよね？ 100 年。そう、100年待つね、あれ。シンデレラも白雪姫も待つんじゃないわ、やな。リリシー王子様が現れるまで待ちわび、どちらもでも王子様は現れますわね。というような、心象構造に憧れてしまうのです。なるほど。ひどくな事柄では、キスの時、慌てて歯をぶつけたらどうしようかとか、フレンチにしようかとか、雑念が湧くのです。女性といえば目をつぶるだけ、不公平だよ、これは。京都市山田保さん、さらっと読みました。その次ね。異性、かっこ、女になってみたいと思った時。例えば春になって、そこら中に花などが咲き乱れた時。僕は女の子になってしまいたい、と思うでしょう。これいいでしょ、なんとなく。丸に。例えば、恋しいあの子がウーマンリブを始めた時など、僕はそうなったら男ではいられないでしょう。これもいいでしょ、なんとなく。丸さん、歯医者に行った時にそう思うっていうのはどういう意味なんだろうか、これわかんないんですね。歯医者に行った時にそう思う。どうして歯医者に行くと女だったらいいの？デヴィ夫人、ジャクリーン、ミキコさんなどを知って何か意識をした時よ。丸ご、一般の主婦を意識した時。あのような職業を他に知らない。時々、まあ、なんとなくわかるけど、でも私の知能程度ではちょっと無理っていうような。嫁と姑の、ボソボソ言わなきゃいけない。ボソボソ言うのよね。私の欠点これ。嫁と姑の関係を意識したとき、あのような関係を他に知らないわ。丸七、とても可愛い振袖の置物を見つけたときだわ。かっこ。僕は男らしい男で足からずっとあんまりそうだと思いませんけどね。東京都ジャパン人と書いてあります。はい、ご苦労様。その次ですね。時々ハガキがマイクに当たってるかしら。お宅のラジオに雑音が聞こえたらごめんなさい。私のせいです。今週出して来週読まれるはずの自由提出課題。僕の住んでいるアパートは1号室から6号室までで、4号室がなくて計5室。あ、アパートなんかも4が、あ、そう、うちもないの。うちもね、301、あ、うちの場合は私のとこ3階だから301、302、303ってあってね、304がなくてね、305なの。次。計5室。1号室女性、2号室僕、3号室やや排密がかった女の人、5号室おばちゃん、かっこ中。言葉が適切だから使っただけです。6号室変な女性。そうなんです。このアパートには僕を除いたほか全部女性なんですよ。さて、本題に入ります。男の人が一瞬女の人になりたいと思うことが日に5、6回あります。曇りの日、雨の降っている日や風の吹いている寒い日などは9ないし10回あります。それはトイレに入るときなのです。おしっこをするときと思うのだな、これが私いいのかな。なぜ？二つも並んで、トイレがあるのに男性用のショーがないのだ。察しの良い南北海道のお姉さんにはわかるです。南北海道なんごめんね。ババさん、6号室の女の人に言ってお願い。かっこ、僕は入るとき必ずノックするのに、この女の人はしないのだ。トイレに入るときは必ずノックして。カセットにとって昼間聞いているときを見計らってボリュームを最大に流してやりたい。ぜひご協力をっていうのがあります。僕が台で入っているとき、丸六の女の人がおもむろに力を込めてドアを引いたのだ。僕は鍵をかけたのを忘れ、慌ててドアの取っ手を引いたのだよ。なぜ丸六の女の人と分かったか。足音といやらしい鈴をガチャガチャさせてさ、前にも一度僕が何とかで終わると、
丸章で終わる、すぐ終わると思い鍵をかけなかった。そもそもそれが間違いだったとか、もう本当今日はひどいんですけれど。そういうのがございます。あなたは日に何回も男なのに女になりたい。そういうふうに思うんですね。東京都立川市の小島隆さんからいただきました。どうもありがとうございます。なんかね、解釈が違うのが時々あるのよね。そういうの読んだ時、私どうしようかしらと思って。男が女になりたいなって思うわけはですね、男にとっての未知のものを知りたいなって思うからです。まあ男ですから、俺はだからもう男がどんなものだかの限界が分かっちゃってるんだな。それからね、女性の身につけているもの、あれに対する興味が異常にあるんだよ。下着から何から身につけて、パンタロンスーツで決めてさ、ネックレスして、アイシャドウに口紅、ヒールの高い靴履いて、姿勢を確保してみたいという、先週やっと覚えた姿勢って言葉も今読めないんじゃないかと思って、ハラッとしちゃった。姿勢を確保してみたいという、男にとっては全く自然な欲求があるんだよ。谷崎潤一郎の秘密っていう短編を読んだことありますか？男がね、完全女装して街を歩き、男どもの視線が自分に集まることに触れるような満足感を覚えるという物語です。そうなのだ。俺なんか女装すりゃ、女装すりゃ、十人並み以上の女になれる自信があるし、男に見つめられても見たいんだなって、これはなんとかっていうなんかおかしい意識なんじゃないか。ああ、髪長くしてスカート履いて外へ出てみたいっていうのがあります。東京都練馬区のあきらさんからいただきます。なるほどね。そうなりたいですかね。なんか全部、男が女になりたいとかいうのばっかりなんだけど。女の人のもあるんだけど。でもその次も、女になりたいと思う一瞬。今週の自由提出課題、女になりたいと思う一瞬。1、抜け毛の多いのを見て、将来ハゲになるんじゃないかという恐怖に怯えるとき、なんとなれば女性のハゲはごくまれ。2、化粧品屋の親父の手前、化粧品のレパートリーは、ヘアトニックとヒゲ剃りクリーム以上増やせないなと思うとき。どうしてこういうときに、女になりたいと思うの？私これよくわかんないんですね。3、小杖さんのようなすごい美人、かっこ中、皮肉ではないとあります。すごい美人と会話中、しばしば、あまりの緊張のため、僕はすごくナイーブですから、動機が怪しくなり、息苦しくなり、窒息死するんじゃないかという恐怖に襲われたとき。中、女性は相手が自分より美しいほど、氷のように冷静に観察でき、確かに顔は綺麗だけど、世間連れしてる点では、スフィンクスより上だわ、などと考えられて楽しいだろうに、かっこ、とサルトルも言っているような気がする。もっとも美人と会話中に、窒息死した男の話はあまり聞かないが、とあります。新潟市、我が兄の弟さんからいただきました。そうなのね、男の人ってどうして美人がそんなに好きなのかしら、と思うことがある。好きなのね、美人が。それで何かっていうとね、あの人は綺麗ですから、とかね。言うのよ。私やんなんて。これ切実な問題ですね。本当なのね。今またしばしば今の沈黙は何秒ぐらいでしたか？ 3 秒。随分長く感じますね。では行きましょう。先週の放送を聞き、男が女になりたいときという自由提出課題をいただき、早速ペンを走らせています。これは僕の劣等感、あるいは虚弱体質感か差し施設を打ち施設が絡むと全然できませんね。あるいは虚弱体質から出たエゴイズムでしょうか。僕は夏になるといつも思うんです。友人と海に行き、友人たちは楽しげに泳ぎ回っているんです。そして可愛い女の子と戯れ合っているんです。一人ぽつんと残された僕。このさんさんと光り輝く太陽のもと、明るい日差しの中で、僕の心は暗く沈み、浜辺に一人体をこわばらせ立ち尽くすのです。こんな時、いつも大きなため息が出てしまうんです。ああ、女になりたい。女になりさえすれば、あの女だって、あっちの女だって、本当は僕と同じように全然泳げないに違いない。きっとあれを密かに待っているに違いない。あの小さなマシュマロのようなものを誰にもわからないように隠して、だからあんなに楽しげに泳いでるに違いない。そうに決まってる。だってあんなにテレビのコマーシャルで大々的に、やだ、私
やだ、あたし、失礼ね、あなた。ああ、別名、月型マンキちゃん、別名、共産主義を愛するメイフィスなんだそうです。ちょっとまずかったわ、今のはごめんな。ひどいわね。すいませんでした、本当にやだ、もう、あたし。もう一つ読んで、後味直し。拙者大学生、今春休み、試験も終わり、ほっとしています。下宿生活も退屈なので、暇つぶしに書きました。拙者男であるから、男が女でありたいと思う一瞬ということで書きます。1、ちょっともう嫌になっちゃったな、本当に。丸1、カット。丸2、うちの学部には女子に限って落第がないそうだ。適齢期を逸するとかの理由だけで勝手にそんなことをするのは許せん。女尊男卑、断固反対、スケベ教授追放。しかし女は得だな、とかいうのがありますね。そうですか、なるほど。3、左の耳が軟骨膜炎になりって、耳の骨膜炎とかいうのがあるんですか？大学病院に出かけた。ポパイに登場するブルートのような助教授が、絶好のサンプルとばかりに学生に説明する。この特徴はだな、脳に近いから非常に痛いことだな、などと言って、猛烈に痛い耳をハレンチにもグイグイと引っ張って見せてやるぞ、ほらほら。くそしね、可愛い子ちゃんならこのブルートもデレデレするのだろうに。拙者一瞬目の前が真っ暗になったぞな、もし。ある瞬間的感情でなく、二三ヶ月とか一年とかいう長期間女性と生活してみた。違う、女性として生活してみたい。という欲求、持続的願望です。別に何も女という生物はトイレの中で、満員電車の中で何を考えているのか知りたいっていうことではない。女性が、それも痩せ型の美人で、ちょっぴり都会的な、ちょっぴり知性的な都会育ちの20代ならば大変ベターですが。男に対する認識、理想的男性像、自由だと心の底から感じるひととき、化粧の効果、欲望、その他いろいろのことを直接知りたいのです。なるほどね。これは、面白いかもしれませんね。新潟市の中島二郎様かとだ。平田、お米っていう字これ。ね、平田なんとかさんからいただきました。どうもありがとうございました。ああ、今日はひどいのがあってね、どういうわけか全部私男の人のハガキばっかり読んでます。女の人のハガキもあるはずなのよ。一つぐらい読まないとね、またなんかすごい怒られたりするから、ちょっと一つ読みます。初めてのお便りです。今から書こうとしていることを、私は十分恥じていますから、あなたが私を下品な娘だ、とかなんた、とかなんて、下品なという、あ、違うんだわ。どうしてね、間違えてるのか。あなたが私を、不潔な娘だとか、なんて下品なとか思う必要は全くありません。では、女の子が男に生まれればよかったと思うと。まあね、それは何と言ってもあの時なのです。例えば映画館を出るときに行くべきかなと思っても、まあいいやって言った感じで出てきたとします。外は雪が降ってたりしてとても寒いのです。歩いていると呼ぶのです。あ、呼んでる呼んでる。そう自然が呼んでる。私はあのマージラを15の娘。何としても家までたどり着かねば、こんな時つくづく思うのです。分かってもらえましたか？すごいのがあります。もう今週はね、ひどいのばっか。長野県の、和田京子さんからいただきました。はい、あなた女性代表よ、今週の。どうもありがとうございました。というわけで、男が女になりたいと思うとき、女がまた男になりたいと思うとき、もっともなんか男の人のばっかり読んでましたけども、今日、読みました。どうもありがとうございました。はぁ、くたびれた。それではその次です。あ、その次ではなくて、来週、今週出して来週読む自由提出課題を、課題を出しますね。春ですね。あなたが春を感じるとき、春を感じるとき、または春を感じる人、春を感じるもの、なんでもいいんですけれども、割とこう具体的にね、そうですね。例えば、感情の移入がふっとできやすいというような風にですね、書いていただけるとありがたいのではないかと思います。あなたが春を感じるとき、春を感じる人、春を感じるもの、何でもいいんです。好きなことをどうぞ、どんどん書いておいてください。宛先を言います。郵便番号は107、東京都港区赤坂 TBS ラジオ、
バックインミュージック、ババ、小杖の係です。もう一度言いましょうか。郵便番号は107、東京都、港区、赤坂、TBS ラジオ、バックインミュージック、ババ、小杖の係です。いいんですね。私がこの前のところで、手紙っていうかなんか、なんとなく書いたものを読みますでしょ？で、そこのところで Q シートがありまして、それがすごくおかしいんですね。ババさんが心を込めて手紙を読みますって、今週は書いてありましたね。先週読まなかったらその前の時ですね。ババさんが心をじゃなく、ババさんがさりげなく手紙を読みます。で、その前の時はババさんが頑張って手紙を読みますという具合に、ね、一言ぐらいずつなんとなく変わっているんですね。で、それはもう、本当だったら関係なくて、スッとこう言ってしまうところなんです。なんとなく、毎週違うってのは面白いなと思ってる。こう、来週は何になってるかっていう感じがして楽しみですね。それでは、行きましょう。まもなく、本当にまもなく、あと10秒で4時4分になりますけれども、アルバム紹介です。今日は、ボブ・ディランのプラネット・ウェイブというアルバムから、行きたいと思います。ボブ・ディランのリクエストだいぶ、いただいたりしていますので、楽しみにしてらっしゃる方も多いんじゃないかしら。今、4時4分ですね。10秒になりました。ね。さっきからこれだけ喋って20秒ということですね。それでは行きます。ボブ・ディラン、プラネット・ウェイブから、まず A 面の一曲目聞いてください。こんな夜に。